夢ラジオ第7056回、今日は令和6年11月17日土曜日です。時刻は午前7時、おはようございます。岡山美作は太陽が雲の向こうから昇りつつありますね。山あいの里なので日の出が遅く日の入りが早い。さてもう秋の終わり、美作からの放送。今回は百田直樹と飯山あかりパート6、このシリーズも6まで来ましたね。飯山あかりさんがご自身のチャンネルで百田さんから誘われたという、そういうお話をされていますよ。今百田代表は飯山さんについて最低のクン女とかクンババアとかむちゃくちゃ言ってますけど、なんとその飯山さんにお誘いをした百田さんがね、そういうこともあったようです。今年の最初の方、2月とかですから、ちょうど都知事選に飯山さんが出る出ないを決める頃、百田代表から飯山さんにそのデートしようかみたいな、そういうお話があったようです。で、今回の飯山チャンネルのお話では、飯山さんだけでなくもっと別な人にも百田さんがそのそういうお誘いをかけていて、そして飯山さんに関してはなんかそれほど積極的なアプローチではなかったけれど、このもう一人のお方には百田さんがなんかいろいろお話をされていて、で飯山さんがその百田と女性とのメールのやり取りを入手したらしく、その飯山あかりが例によってですね、あの調子でこの百田と女性のメールのやり取りを朗読してるんですけど、まあそれが起床とかなんとか言いながら、あれは面白いです。笑えますので、あの普段もう飯山あかりのチャンネル見ないという人も、このデート番組っていうんでしょうか、デート報道っていうんでしょうか、それについてはご覧になると気分が晴れるというか、笑えるというか、そういう番組になっていますね。おすすめといえばおすすめです。で、飯山さんはこれを百田代表の性格の一端というふうにおっしゃって、だから百田さんは堕落した人なんだっていう、そういう議論に持ってきたいようです。まず飯山さんに対して百田さんがデートしようかと、それはおそらくですけど、百田さんなりのまあジョーク、冗談というか、ただですね、もう飯山ぐらいの年齢になると、飯山さんどうなんでしょう、40ぐらいですか、40ちょっと超えたぐらいでしょうかね。飯山さんまだ若い感じで、お肌の手入れきれいにしてるっていうのが分かりますね。飯山さん、あとお化粧も上手ですよ。その飯山の年齢、しかもあの旦那がいて子供がいる、百田さんが知らないわけはないんですよね。でそういう人とね、やっぱ二人っきりでどっかで会うっていうのは、そもそも最初からやめた方がいいんですよ。で百田さんもやっぱり家族が終わりなんですよね。で、まあ、百田さんの場合も一定程度の年齢を超えたので、ですからもう何でもありで、嫁さんも別に何にも言わない、家族ももう子供が独立してっていう感じかもしれないけど、お相手の飯山さんはそういうわけにいかないんですよね。でしかも、もし飯山さんがお一人であったとしても、百田にそういう、まあ、守るべきものがあるとした場合、あの二人で会うの良くないんですよ。それはちょうどあの
昔国盛にいて今参政党に移られた安藤さんがですね、結局安藤さんが自民党をからの議員だったんですけど、それを辞めざるを得なくなったのもこの手のお話なんですよ。安藤さんはご家庭があると、で相手の女性もご家庭があると、で2人でホテルでなんかお食事をしたみたいな、で別にそれ以上何もない、いや何もなくてもそんなとこでそんなことしたらダメなんですよ。国会議員なら余計そうです。で実はこれ議員じゃなくても一般人でも私はやめた方がいいと思ってるんですよ。つまり不倫っていうのは相手のお方が悲しむ人を伴ってる場合ね、つまり相手に家族があるとか、こちらもそうです、そのこちらのそれによって悲しむ人がいる場合は最初からシャットアウトなんですよ。最初からやらないと。だから普通にお話ししてこんにちはと、それでいいじゃないですか。でその中でそのゆるいつながりとかゆるい触れ合いの中でも感じ合えるものはそれなりにあるわけですよ。しかもそのゆるいつながりをしていた方が長く続くわけですね。そして、まあ、冗談だったかもしれないけど、そういうお誘いをかけてしまうとすぐ崩れる。しかも女を基本的に下に見てる、そういう、まあ、古い男にですね、なびく女子いないんですよ。女を下に見る古い男に、古い男子になびく女はいないんですよ。つまり魅力的じゃないんです、女から見て。そういう男は一緒にいたいと思わないし、自分のことも結局下に見てんだろうなと思うし、何よりその思いやりがないということからね、女性への寄り添いとか配慮とか思いやりがないということが一発見抜かれるので、まあ、誰もそばに寄らないわけですよ、残念ながら。逆にね、やっぱモテる男っていうのは女に寄り添うことはできる、女の立場に立って考えることはできる、で決して女を軽蔑も蔑視も差別もしない、まあ、こう当たり前ですけど、こういう男がモテる、年齢関係ありません、それはね。その目で見た場合、百田さんはモテる男の範疇に入ってないんですよ。百田さんご自身はハゲでもモテるみたいな、そういう番組を何年か前に作ってはりましたけど、それも関係ないんです。ハゲであってもなくてもです。髪の毛あってもなくても、あるいは若くても年いってても、女に寄り添えるかどうか、ただこれだけなんですよ。しかもこれって別に男女間じゃなくて、相手が男でも、ね、男同士であっても相手に寄り添えるかどうかで友人関係がずっと続くかどうかが決まってきますよね。モテやしないんですよ。芸人としてその人気が出るというのと、実際に個人的にお付き合いするっていうのは全く別問題だし、しかも相手にもこっちにも家族があるという点で論外だし、それら全部をクリアしたとしても、その女性の立場に立てない男はですね、いつまでたっても女からは相手にされないんです。そういうものなんですよ。しかもですね、その飯山さんはもう二人っきりになったことがないと、当然です、なるべきではありません。だから飯山さんその辺しっかりしてるわけだ。で、まあ、脈がないと思ったのか、百田さんも飯山さんにはアプローチそれ以上しなかったらしいんですけど、まあ、もう一人の女性に関してはですね、割とこう積極的に百田さんいろいろこうモーションをかけたようでですね、もうこのモーションをかけるっていうのも死語になってきましたね、だんだんと。で肘鉄食らわされて終わりと。しかもその肘鉄食らわされた後、それは飯山からも、あるいはそのもう一人のお方からも、ひょっとしたら他にも何名かそういうモーションをかけた、百田さんがモーションをかけた お相手がいらっしゃるのかもしれないけど、その女性方に振られた後なんか猛烈に悪口言い始めるっていう、まあ、分かりやすいといえば分かりやすいけど、百田さん大丈夫かみたいな、
しかも百田さんはその一方でですね、さっきお話したような女性蔑視っぽいことも同時に言ってるわけですよ。つまり進次郎、小泉進次郎のね、神奈川選挙区でぶっちぎりじゃないですか。で、おばさんに人気があるんですよ、小泉進次郎って。なんか精悍な感じで、でセクシーとかも言ったりして、でその進次郎がかっこいいという理由で、その進次郎にのぼせ上がっているおばはんたちに対してですね、百田さんはもうそういうね、何も考えられないおばはんからは選挙権取り上げろみたいな、まあいつもの調子ですよね、それを言ってると。だから基本的にやっぱ上から目線だし、女性は蔑視してるんですよ、百田さんは。もう意識的無意識的で、これ治らないと思う、百田さんはね。さっきも言いましたけど、そういう気持ちで女性に接しても、そうするとその場合女性への接し方はもう精神的な女性への尊重とか、そういう接し方ではないわけですね。精神的に女性を尊重する、お互い高め合おうとするという、そういう接し方ではなく、そうではなく、まあ女として見てるという、そういうことですよね。でやっぱいい年してきたらですね、その割と男男の関係もそう、男女の関係もそうだけど、まあできるだけ淡白にしといてね、できるだけわざと薄くしといて、その代わりこうほのかに余韻が残るっていうのか、そういうふうにしていくのが、まあ、人間関係の妙かなと私はよく思っているんですが、だから百田さんは割と強い関係をお求めになってるようですね。へえと思いました。今回お話しているこのお話は、まあやっぱ半分冗談は冗談で、デートという言葉を使ったか使わないかということで、百田さんがいろいろ釈明してましたけど、まあ面白い話で、百田さんアハハと頑張ってんだっていう、それだけのことです。実際にまあ行動に移したかどうかは別にしてですね、その何も成立しておりませんから、だから笑い話で済んでおります。だその意味においてはね、振られるっていいことなんですよ。ならぬ恋の時、振ってくれる相手は自分の味方なんですよ。してはいけない恋の時、ちゃんと脳を突きつけてくれる相手は、その異性は自分の友なんですよ、味方なんですよ。逆にならぬ恋なのに、なんとなく笑顔を見せてくれるっていうのは、これはもう地獄への第一歩じゃないですか、こんなの。次何が待ってんですか、それ。恐ろしい限りですよ。でしょ。それがまあ人生の知恵、まあ、そこそこね、年を重ね、そして作家でもある百田さんがその辺分かんないわけないんですけど、相手もひょっとしたら誤解するかもしれない、そんなお誘いを、まあ、ようまあやってんなと。百田直樹と飯山あかり、飯山あかりさんが百田さんからのお誘いを、まあ、暴露し、けれどまあお笑い話で終わってしまうのは成就していないから、成就なんかしなくてよかったんです。百田さんもどこまで本気かは分かりませんが、ただ面白いのは、その振られた後、もうその瞬間から相手の悪口をガンガン言いまくる、つまり逆切れするっていうのは分かりやすくていいなってことですね。今回のこの飯山情報によって、百田代表に対し、または日本保守党に対し、何かの態度が変わるということはこの程度ではないかもしれませんが、まあ百田さんにはこういう側面もあるんだ、それを飯山さんがおっしゃってるんですね。夢ラジオでもお話だけしておきました。まあ、しょうもない話です。